こんにちは。こんにちは、町義弘です。勝浦にある丸義弘選手のお父さんが経営されてるカットサロン丸にやってきました。今日は丸義弘選手のお父さんに、マジ義弘さんが髪を切ってもらうってことで、早速入っていきましょう。こんにちは。こんにちは。はい、どうもどうも。こんにちは。あ、こんにちは。あれ、ゆうとさんですよね。あれ、ゆうとさんですよね。はじめまして。あ、はじめまして。え、動画見てくださってるんですか。よく見させていただきます。本当ですか。です ありがとうございます。はい、じゃあちょっとマジさんのね、髪を切ってもらうということで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。マツダスタジアムとかあんまり来られないですか。はい、広島まで行かないです。今まで何回来られたんですか。マツダ1回も行ってこないです。あ、1回もないんですか。1回もないです。行こうと思えばこっちにいくらでも行けるし、行きたいとは思いますけど、めっちゃ勝率悪いんで。あ、勝率が悪いんですか。勝率おそらく2割に達してるか達してないか。丸選手のお父さんが試合見に行くと勝率が悪い。そうなんです。娘にはお父さんもうやめた方がいいよって全部言われてます。YouTube を見てたら、はい、ちょっと目について、あ、なんだこれだと思ったら、正直丸の故障はっていうこう題目が出てたんで、はい、見てたら面白かったです。じゃあ結構最近っすか。スマホ自体が今年からなんで、それまでガラケーだったんで。ああ、そういうことですか。はい、それから面白くて。ありがとうございます。ほとんど見てないのがないぐらいかもしれない。本当ですか。あの、登録もしてあるしチャンネル登録してくれてるんですか。失礼しました。これは嬉しい。完成ですね。はい、完成。丸選手の、ええ、小さい頃とかの、ええ、裏話とか、ええ、誰も知らないような話とかないですか。それこそ5つか6つぐらいの時に、おじいちゃんおばあちゃんに自転車を買ってもらって港に行ったんですよ。そこにおじさんが釣りをして、魚がいるかなと思って自転車に乗ったまま、これ海の中見たら、そのままドボンと落ちちゃったんですか。した。え、チャリごと。チャリごと。24、5年前の話ですけど、今行くとまだ自転車海にこう沈んでると思います。回収してないんですか。回収してないです。子供だけ回収して、自転車回収せず、そのまま海の底に潜ってなっても、本人に聞いたら、落ちる瞬間はスローモーションでドボンって言ったらしいです。事故した時のあの感覚ですよね。そうです、そうです、そうです。その海はどこの海ですか。桂のすぐ地元のそこ、すぐそこ。あ、桂のすぐそこの海なんですね。丸選手のファンはチャリが欲しかったらちょっと潜って探してみてくださいと。頑張ってください。あ、もう一つね、はい、話があって、小学校入ったぐらい、4月5月ぐらいの時だったんですけど、テレビで滝行の映像があったんですよ。あの、バーって打たれる、バーって打たれる、はいはいはい、コテ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 。大雨の日があって、学校の帰りに雨どいが壊れてた家があって、そこでまあ滝のようにこう水がザーって流れて、友達と2人でじゃあ修行しようっていうことになって、2人でランドセルを背負ったまま修行して、ランドセル背負ったままっすか。背負ったまま。そのまま家に帰ってきて、ランドセルあげたら案の定中はびしゃびしゃ、しょうがないですから、私が教科書1枚ずつドライヤーで乾かしました。という話です。クレイジーなことも結構いろいろやられたんですね。あ、結構あります。いろいろやってたんですね、小さい頃。ということです。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あの、最後に一つだけ聞いていいですか。はい、このマジ義弘さん、はい、息子さんに似てますか。はい、誰でしょう。正直あんまり似ては誰でしょう。似てはないと。サングラスかければ、そうかな、サングラスかければいけるんじゃないですか。かけるね。はい、これではどうでしょう。誰ですかね。描きかけのこの怪図は握り締めて進めばいい。確かなこと刻む今で掴め光る未来。まあ、結論、あんまり似てないと。